こんにちは、野菜の日チャンネルです。今日はシンプルなフォカッチャ生地に生のバジルを混ぜ込んだとっても香りのいいバジルフォカッチャを作ります。このパンは二次発酵がなく短時間で作れるレシピですので、気軽にチャレンジしていただけます。とってもふわふわに焼き上がりますので、最後までぜひご覧ください。まず容器に強力粉、砂糖、塩、ドライイーストを入れます。オリーブオイルとぬるま湯を加えてカードで混ぜ合わせます。よく混ざると生地全体がしっとりしてきます。生地を切るようにして2分くらい混ぜ込んでください。今日は生のバジルを加えます。葉の部分だけを切り取って生地全体に散らばるように混ぜ込みます。こんな風に大きな葉っぱのまま加えても大丈夫です。ローズマリーやタイム、パセリに変えても美味しいと思います。もちろんこの生地は何も入れずに作っても美味しくなりますよ。均等に混ざったら容器の中に広げます。高さが同じになるように表面をならしてください。今回はこの容器の形のまま取り出すので成形をしません。蓋をして 2.5 倍になるまで発酵させます。気温が高くなってきたので今日は室温で発酵させています。寒い時はいつものようにお湯で温めてください。側面の生地の高さが2倍以上になっていることを確認してください。発酵すると生地に細かな気泡が見られるのが発酵している証拠です。そして生地の表面がふわふわになっています。カードに強力粉をつけて、容器と生地の間に差し込みます。こうすることで生地をスムーズに取り出すことができます。オーブンシートを敷いた天板に、容器を逆さにして生地を自然に取り出します。取り出した生地の周りをカードで押すようにして形を整えます。生地の高さを出すように鳴らしてください。生地の表面に12個の穴を開けます。強力粉をつけて深く差し込んでください。オリーブオイルを穴に差し込んで生地全体にも塗ります。
こんな風に穴を開けて焼くことで高さが均等になって、オリーブオイルも染み込みやすくなります。すぐに200度に予熱をしたオーブンで15分焼きます。これで焼き上がりです。バジルのいい香りがします。ふわっと厚みがあって、とっても美味しそうに焼けました。大きく焼いているので、好きな大きさに切り分けてください。二次発酵がいらないので、短時間で作れて、ふんわり美味しく焼き上がる食事パンです。とっても弾力があって美味しいですよ。皆さんのお好みのアレンジでぜひ作ってみてくださいね。作り方のまとめ。材料を全部入れて2分間混ぜ込む。バジルの葉を加えて全体に混ぜる。生地を容器いっぱいに広げて 2.5 倍になるまで一次発酵。生地の周りにカードを差し込んで容器を裏返す。生地の厚さを整えて12個の穴を開ける。穴にオリーブオイルを注いで表面全体に塗る。200度に予熱をしたオーブンで15分焼いて完成です。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。